これはい、今歴史の話をされましたけども、歴史学が一番発達している国はどこかって聞かれたら、多くの専門家は実はアメリカだっていうわけですよね。一番歴史がない、短いアメリカで、だからこそ自分たちのルーツを探る歴史学がすごく発展していると。で、実は世界遺産一番たくさん登録しているのはイタリアと中国ですけれども、今登録されているのは、日本はそれに比べると3分の1、4分の1しかないんですけども、これは実は理由があって、この世界遺産の制度ってユネスコの条約ですけれども、この制度を作ろうというふうに提案したのは実はアメリカなんですよ。一番そういう歴史がないのがアメリカで、それでこの条約に参加しているのが、今百何十カ国から、日本この条約に参加したの120番目なんですよ。ものすごく遅いんですよ。俺ほとんどそのおっしゃるように水とか歴史とか地元の神社とかの価値っていうのをほとんど自覚できなくて、それで世界遺産みたいなものに対してほとんど目が向けられなくて、だからツーリズムとかその観光とかっていうことを提案した時もですね、いや日本はこれ小泉内閣の時ですが、いや日本にとっては鉄鋼とか自動車の方が大事だと、観光なんて大したことないみたいな雰囲気がすごくあった。でそれがようやく日本人も目覚めて、そこにインフルエンサーがいろんな新しいマーケティングを可能にしてくれているというふうに思うんですよね。でもやっぱりそのためにはもっともっと制度を変えなきゃいけなくてね、例えばデスティネーションマネジメントオフィス DMO